んにちは、ヒサです。今日はダンボ君に100均の板でテーブルを作っていきます。まずはダンボールでかたどり、いい感じの板がダイソーで200円でした。木材に墨付けしていきます。アサリのないノコはとても切り口がツルツルで綺麗です。微妙なサイズだったので今回はこのノコを使います。サンダーをかけて仕上げていきます。表面が滑らかになったらニスを塗っていきます。乾かしてはヤスリをかけてまた塗るを3回繰り返しました。出来上がりました。ジャストサイズに作って前後のポッチに挟まるように作りました。板を上に乗せているだけですが、折りたたんで乗せたままでも邪魔にならないし、蓋をバタバタしても取れません。乗せてるだけなのにそのまま組み立てても取れません。邪魔にならないし、物入れとしてもテーブルとしても使えるし便利になりました。